ですけど、やっぱり気になるんですが。何のことだ？ほくろのことです。どうしてあんなこと聞いたんですか？やっぱり教えてもらえないんですね。ほくろのこと教えてもいいぞ。ここじゃなんだから場所を変えよう。俺はあの時、ほくろがあるかどうかで、アリシアがある人と同一人物か知ろうとしたんだ。ある人って？10年前から変わらない姿で、満月の日だけ俺の前に現れては、何も言わずに聞いていく。名も知らない人。その人が私と似てるんだ。不思議なくらい。違いますよ。私その人じゃないです。私が剣士様に初めて会ったのは助けられた時。それに、10年前の私は子供でした。姿形は変わってます。だよな。おかしいですよ、剣士様。10年間変わらない姿で、満月の日にだけ現れる人だなんて。じゃあ、考えられないです。夢か、幻。そう思ったことはありませんか？何度もそう言われたし、そうじゃないかと思ったさ。だけど、どうしても夢は幻に思えなかった。思いたくなかった。彼女の存在を否定したくなかった。
彼女の存在が、あまりにも大きなものだから。羨ましいです。その人が。私も、そこまで思われてみたい。俺は別に、彼女のことが好きなわけじゃないぞ。憧れみたいなものはあるかもしれないけど。私も満月の日だけ剣士様に会いに来ようかな。そうしたら、ごめんなさい。なあ、自分に似てる人に心当たりはないか？アリシア。私にはどうしてもその人の存在が信じられません。これを見てくれ。髪の毛。彼女のだ。彼女が消えた後、そこに残ってたんだ。彼女は幻なんかじゃない。私に似てる人、心当たりはあります。その人は今どこに？わかりません。だからずっと探してるんです、姉様を。姉さん。私が9歳の頃、家を出て行ったきりです。お父様も兄様も。何頼もっか。ケイシ様、メニューを。考える時間をちょっと。
この前迷惑かけたからこれあげるにゃ。何この飲み物。力が出るジュースにゃ。飲んですぐ効き目が出るかよ。それよか、これどこで手に入れたんだ。親切なおばあちゃんにもらったのにゃ。どんなばあさんにだ。ほうきに乗ってやってきた黒い服着たおばあちゃんにゃ。得体の知れないものを俺に。私は店のおじさんに読んでもらったにゃ。
よくわかんないけどいいにゃ。それでお兄ちゃんが治るなら。ピどかねえよ！おい、直すにはスタードリームが必要じゃなかったのかい？あるんだが、一発殴らせろ。PP 病にかかったら寂しくないように、僕も PP 病にかかってるふりするにゃ。かかってるふりって PPP にゃ。
私、この町の港を見るたび思うんです。家を出てったきりのお父様たちは海の向こうじゃないかって。そうかもな。お父様たちが家を出てった後、私はこの町に住んでたおば様に引き取られたんです。毎日あの海を見ては、お父様たちは海の向こうで幸せに暮らしてる。だから、いつか私もそっちに行って、みんなで暮らすんだって、勝手にそう思ってました。私、認めたくなかったんです。何を？お父様と兄様が亡くなったという噂を。おばさまに引き取られてすぐでした。お父さまと兄さまが亡くなったという噂を聞いたのは。ただの噂だろ。私も最初はそう思ったんです。でも、お父様と兄様の持ち物が届けられて、姉さんの噂はなかったのか。なぜか姉様の情報は何もないんです。どこに行ってもそれらしい人は見たことがないって。姉さんってどんな人なんだ？家を出てった時の姉様は今の私とよく似ていました。ただあれから何年も経ってるから今は。それらしい人を見たら言うよ。それから見たって人に会った時も。ありがとうございます。礼なんかいいさ。それより見つかるといいな、姉さん。
いところがあるんですけど。どこだ？私の家です。わかった。ここはお父様のお部屋。子供の頃はお父様が怖くてドアを開けることもできなかったんですよ。今はもう開いたままになってるけど。姉様は優しくて気高くて意志が強くて、でもお父様に似て真面目で几帳面すぎるところもあったかな。お部屋はいつもきちんと整ってて、兄様のお部屋。兄様は胸筋でおおらかで、私が泣きそうになるといつもおかしなことして笑わせてくれたんです。でも私がお父様に叱られて泣いてた時、励まそうと兄様は禁断の壺を、開けてはならないと言われていた壺を開けてしまった。私が中身を見たがってたから、それを見せて慰めようと。開けられた壺からは黒い影が飛び出して兄様の体へと入っていったんです。そして兄様は兄様で亡くなった。兄様は剣を取ると私に向け、すごく怖い顔で睨んで、その黒い影ってのが兄さんも？多分。その後、私の泣き声に異変を感じたお父様が入ってくると、兄様はお父様を突き倒して変なことを言ったんです。この体はいただいていく、積年の願いを果たすため、兄様は窓を破って外に飛び出し、お父様と姉様は兄様を追っていった。
誰も帰ってこない。おば様の家に引き取られた後もたまにここに来て掃除してたんですよ。お父様たちがいつ帰ってきてもいいように。だけどだんだんここに来るのが怖くなっていった。誰も帰らない家に来るたび、私は一人なんだって思えてきて。だったらなぜここへ？私はもう一人じゃないって思えるから。剣士様たちと出会ってそう思えるようになったから。ここに来れるようになった。前よりも強くなれた。だからありがとうって言いたかったんです、剣士様に。そっか。どうした？お花の匂いがする。ん？言われてみればそうだな。うちの中に花が咲いたのかな？あ、そうだ。食卓にお花飾らなきゃ。私、お花係なんです。食事の手伝いと掃除、お花を飾るのが私の担当なんです、我が家での。何やってるんだろう。飾らなくていいのに。飾っても見る人もいないのに。あ、お花が。シェル、お前がそこの花を。はい。ありがとう。ありがとう。アリシア。そうですよね。まだみんな帰ってこないって決まったわけじゃないですよね。シェルさんはお花を。なのに私。お花飾らなきゃ。それからお家を掃除しないとダメね。だってお掃除は私の担当だもの。アリシア。
の名前って、この町に立ってる像のモデル。県政グウェン・ライナート・シェルのシェルですよね。ああ、初めてシェルと会った時、あの像の前で倒れてたからそうつけたんだ。倒れてってどうして？ひどい怪我してたんだ。全身傷だらけで、起き上がることもできなかった。けど、すぐうちに連れて帰って看病したら、意外と早く治ったな。すぐうちにって、この町の出身だったんですか？言ってなかったっけ？初めて聞きましたよ。それよりお家があるのにどうして宿屋に泊まるんですか？うちには帰れないんだ。感動されてるから。というより、正直言って帰りたくない。自分の家なのに。前に話しただろ、俺の親父は実の息子をすまきにして森に放り込むようなやつなんだ。そんなやつがいるうちに帰りたいと思うか？でも、家族じゃないですか。悪かったな。お前の家族のこと考えずに。気にしないでください。でも、剣士様のお父様は、どうしてそんなことを？何か、深いわけが。ないない。親父が深く考えることなんて絶対にありえない。何もそこまで強く言わなくても。いや。あの親父のしてきたことを思えば、もっと強く言ってやりたいくらいだ。あれは、8歳の誕生日だった。プレゼントの箱がやけにでかいと思いながら開けると。中からゴブリンが出てきた。死に物狂いでゴブリンを倒した後、親父は言ったんだ。油断大敵という素晴らしい教訓、これが誕生日プレゼントだと。様に強くなってもらいたくて。強くなる以前の問題だ。言っとくが、親父のフォローしようなんて思うなよ。どう言ったって親父の悪行の数々は否定できないんだからな。
も8歳でモンスターを倒すなんてすごいですね。でもお母様とか心配しませんでした？母さんは俺を産んだ時に亡くなったんだ。だから親父がそんなことしても止めるやつなんていなかったよ。他に家族もいなかったからな。そうですか。剣士様もお母様が。アリシアの母さんも同じです。私を産んだ時に。だから私もお父様に育てられたんですけど。けどなんだ。私の場合はお父様と話したことなんて数えるほどしかないです。とても厳しい人で近寄りがたかったから、自分から話しかけたのは5歳くらいの時の「お母さんどこにいるの?」って一言だけでした。でもお父様は遠くに行ったとだけ言って黙っちゃって。親も困るんだろうな。幼い我が子にそういうこと聞かれると。そうですよね。でもその頃の私はそういうこと知らなくて。遠くに行くためにいっぱいお金を貯めたんです。それで他の大陸に行く船に乗れるくらい貯めた時、本当のことを言われて、剣士様はお父様にお母様のこと聞いたりしませんでした？聞いたさ。俺にはなんで母さんがいないんだってな。お父様はなんて？お前に母さんがいないのは父さんがお前を産んだからだよ。人をバカにしてるよな、まったく。それで剣士様はなんて言ったんですか？いや、我ながら恥ずかしいが、親父の言葉信じちまったんだよな。あの時は男でも子供が産めるんだと本気で驚いたよ。笑いたきゃ笑え。あ、本当に笑いやがったな。ごめんなさい。でも、おかしくて。だけど、なんだかいいお話ですよね。どこがいい話だ。真面目な子供の質問に馬鹿げた返答したんだぞ、あの親父は。だってこういう話ってどうしても暗くなっちゃうのに。
剣士様の家の場合はちっともそうならない。素敵なことだと思いません？いや、思わないね。私はいいと思うけどな。剣士様のお家ってどこです？その楽しいお父様に会ってみたいんですけど。教えない。それじゃあ自分で探します。おう、頑張れよ。お父様に会ったら剣士様との旅のこと話そう。それから、お風呂に入ってるのを覗かれたこととか。頼む。家の場所教えるから、余計なこと言わないでくれ。教えてくれるんですね。ありがとうございます。何慌ててんだよ。俺なら大丈夫。あれ